誰だって可愛く変わりたいんだ。知らない顔しても意識し合ってる。背伸びしたメイクドキドキだけど、気づいてくれなきゃダメなんだから。好きだとか付き合ってるとか、流行りの服とか期末試験とか、毎日毎日忙しいのは女の子だから仕方ないじゃん。めんどくさがり屋でちょっと人に流される。隠し事だってあって普通に喧嘩もして、悩める少女は王子様を見つける。おはようだって勝負なの。あ、笑い返して、好きで好きでたまんなくて、あ、嘘をついた。香り付きのリップも覚えたてメイクだって、朝昼晩一日中、あ、君のこと考えています。想像だってしちゃいます。会えない時間に負けない、可愛くなるから見つけてね。